則こそが真理だ。うわー、鮎玉できた。まずはうちの給食、米一粒も絶対に残すな。げ、ナス苦手な俺ピンチ。なぜなら給食は毎日好きなメニュー注文できるからな。最高やん。いや、給食がオーダーメイドって生徒は王様か何かなの？あとはもし宿題を忘れたら、え、まさか附属大学の生徒に宿題代行させる謎のパイプ。あ、でもそれってお金かかるってことじゃ。バイト代は学校持ちだ。神校則。それじゃもう実質宿題サボっていいってことじゃん。それから学校にプリント類忘れるな。最近物忘れがひどくて。もし忘れたやつがいたら自宅まで郵送する。お優しい。あ、でもそれじゃあ忘れたこと親にバレるんじゃ。送り主は匿名にしとく。ありがたい。届けるだけでなく親にまで配慮してくれんの。またうちのグラウンドは4畳半なので。狭すぎ。いや、グラウンド4畳半だったらキャッチボールすらできないって。体育祭は東京ドームを借りる。規模えぐい。いや、毎年東京ドーム借りる金あるならどでかいグラウンド作れ。ただしこれらの校則は絶対に守れよ。そう言われるとな。今まで話した校則を最低一つは守ること。ちょろい。